はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。あら、ごろーんとしてますね。可愛いですね。ねえ、カメラ、もう映されてるの分かってますね、この子。<laughs> ね可愛いですね。はい、皆さん、どうも、こんにちは、えー。沖縄おばばでございます。はい、相変わらず可愛いですね。見てくださいね。このお足、このお手手、このお顔、可愛いいですね。はい、えーえー、ごめんなさいね、ついつい。はい。 ええとですね、えー、昨日からあー、いわゆるね、銀行の不具合が起きてるみたいで、これあの、昨日、誘致についてはあー、ちょっとね、誘致もまだ治ってないみたいですね、どうもね。あと、まあ、いろいろと都市銀行11個、はい、えー、都市銀行とかね、まあ、地方も含んでるんでしょうけど、えー、銀行間の、ーまあー、いわゆるお金のやり取りか、 できなくなっちゃってますよーっていうことですね。まあ、ね、システム障害みたいなんですけど、まあ、とんでもないことが起きてますね。アメリカと同じようになり始めましたね。アメリカもね、あの、あれですからね、あの、銀行間っていうよりも、あそれもあ,あったね。はいえ、ありましたね。えー、あと、 何て言うのかな自分の預金がね、なんか消えちゃったりとか、システムの不具合でね。えそういうことがなんか多発しててね。まあ、あのー、原因わかんないんだけど、今直してますってやってましたよね。ちょっと前に。はい。同じことが起きてますね。はい。これってどういうことなんでしょうかはい。まあね。こういった、いわゆるデジタル社会のね、脆弱、脆弱さ。はい。 えー、噛んじゃいましたね。デジタル社会の脆弱さをなんかもうね、物語るような今回のまあ不具合が起きているということです。まあ簡単なことでね、まあデジタル社会本当に脆弱なんで、えー、一発で大きな太陽フレアが来たらパーになります。はい、えー。大きな太陽フレアがね、えー、まあ電磁波嵐が 届いたら、まあ、電磁機器ですね。はい、いわゆる、まあ、精密機器関係が全部パーになってしまいますよっていうことなんですけど、そうなったらどうするんでしょうかってことです。はい。えー、デジタル社会。デジタル社会ってね、えー、デジタルなことをね、えー、まあ、いいことだって言ってますけど、全然良くないですよねってこと。はい。で、えー、これね、もう一つありまして、 はい。えー、いわゆるね、いわゆるね、えー、まあ、なんていうのかな、そういったプログラムとかをちょっと、ちょ、ちょっとね、変更しちゃうと、こういう不具合が簡単に起きてしまうっていうことはどういうことなのか、まあ、考えてみましょうよということです。えー、つまり、えー、操作するの簡単なんですよ。はい。 操作するのが簡単なんですね。えなので、まあ、押し進めてるわけなんですけど、わかりますこの、この、この微妙な感じの意味は、回し。はい。操作するのが簡単なんで、だから、押し進めてるんですよ。はい。えー、あなたの財産はあいつでもね、いつでも、こう、回収できますよ、ということですね。はい。 まあね、まあそういうことなのでね、えー、なんと言っていいのか。はい。えー、これがね、裏付けるような感じで今回の、まあ事件が起きてしまいましたっていうことですね。 はい。まあ何を言ってるんだか、みたいなね、えー、ことを思う方もいらっしゃいますけど、まあ、陰の暴論なんでね、私が言っているのは、はい。陰の暴論でございます。私、正真正銘の陰の暴論の人でございます。はい。えー、なんて言ってもね、この陰の暴論歴30年ですから、三十30年以上でございます。なのでね、まあ、あ <laughs> まあ、 まあそういうことです。でもね、えー、大体ね、あの、陰の暴論の人たちってまともなこと言ってますよ。はい。えー、っていうか、まあ警戒心が、ああ、ってね、えー、自分の頭で考える人たちが陰の暴論というふうに言われるんでね。はい。まあそういうことでございます。はい。大体合ってます。そして陰の暴論たちの、おね。 言っているザレ事といいいるとうのは大体正確でございます <laughs>、はい、えー、まあそれはそうとしてえー、まあ銀行の不具合なんかでお給料がね、えー、振り込めないとかね、えー、まあいろいろね、えー、支障が出てくるわけですよ、えー、家賃が引き落とされないとかねはいえー、水道代とか電気代がね引き落とされないおかしい困った止め,止められちゃうみたいなことが 生じてくるわけなんですよ、こういうことで。本当にね、えー、もう何て言うのかなあ。もう本当にね、もう原始的な方法にあの戻った方がいいですね。えー、まあそういった水道代とかそういうのはあ自分でお振り込みみたいなね。はい。まあ,あ、引き落としの引き落としとかね、まあ大変ですからね。 えー、まあ、は、いろいろね、えー、銀の項にね、お金を置いておくっていうのは、今回のようなリスクが出てきますよ、ということでございます。はい。なので、私はね、まあ、できる限りは、あなんていうのかな、あいや、まあ、なんていうのか、支払い証をね、えー、郵送してもらって、えー、で、自分で、えー、コンビニでね、お支払いするっていう方法を取ってます。 はい。銀行からの引き落としっていうのは、まあ、あやってるのは、まあ、政さんと、あと、家賃ぐらいですね。はい。まあ、そのぐらいでございます。はい。まあ、きゅ、まあ、給料というかね。えー、まあ、あれはね、まあ、銀行に振り込まれるんですけど、今んとこ、こちらの方は支障がないみたいで。はい。ええー、でも今回ね、もう本当にバレてしまいましたね。脆弱だということが。 えー、これでもわかんない人たちって多分ね、たくさんいるんだと思うんですけど、こういったデジタル化になればなるほど、お社会のね、えー、いわゆるいろんなね、システム自体があー脆弱になっていくんですよ、どんどんと。はい。そういうことでございます、えー。なのでね、ちょっとしたことでこういう障害が起きてしまうというね、今回はいい教訓になったんじゃないんでしょうか。 えー、何でも便利便利に頼るのは良くないということですね、えー。まあ、あっち側ですから。はい。そういうことでございます。それでは、こちらの生地もぺったんこを打って貼り付けておきますね。まあ、今日ね、えー、解消されればいいんじゃないんでしょうかね。まあ、もしかしたら解消されないかもしれませんけど。はい。大変ですね。はい。それでは、皆さんまたごきげんよう。沖縄おっぱ,ぱでした。じゃあ、 di